ちゃまや。 はいどうもみなさんこんにちは動画もコメですこのコメント、動画を再生していただきありがとうございます。この動画はリミネアクション動画となっております。カ、ま、ナ今回トラス本編を超えている記事に再生してお楽しみください。というわけで今回ラストラン、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。えー、前回からね、えー、舞台はホテルの方に移ってまいりました。まあ、そこでね、ロイドくんがアルバイトという形で働いているんですけども、新たな問題としてトレンド問題というものが浮かび上がってまいります。これに関してのね、犯人はもしかしたら昭和もしくはあのジジイね、このどちらかなんじゃないかなと思って、 ているんですが今のところ描かれておりませんまあ、そんな中ね新キャラの貴郷という女の子も登場してきましてアランのお父さんとねセレンのお父さんが自分の子供たちをお見合いをねこのホテルでさせようっていう形になってくるんですけどもそのアランのお父さん側のところで働いてんのがこの貴郷っていうキャラクターになりますこのトレント問題って一体何なのかっていうとまあそのホテルの近郊でですねこのトレントっていう植物が違法で栽培されてるよとでしかもこのトレントって結局モンスターなんでこのまま放置して やばいよっていう問題になっております。 このアランのお父さんと桔梗の会話の中で気になるものが出てきましたそれが魔王の苗っていうものなんですけども果たしてこれが一体何なのか桔梗はねこの魔王の苗をね使ってんのがロイドだと思ってねなんか解毒みたいな薬を飲ませようとするんだけどまあそれは失敗していて未だに桔梗はロイドくんがヤバいやつだっていうふうに見ておりますこの魔王の苗に関してもこのショウマもしくはジジイなんじゃないかなと僕の中で言うと魔王関係はショウマになるんじゃないかなっていうふうに踏んでるんで ですけど一体どうなるのかね、まあ、そんな中この問題を解決するために動き出したのがセレンとロイドくんで、まあ、お見合いデート作戦みたいなのを結構今回するんですけども果たして一体どんな形で展開されてどんな決着を迎えるのかそこら辺をね、えー、皆さんと一緒に楽しく見ていきたいなというふうに思っておりますまた前回冒頭の方でキノン姉妹が出てきているのでこのトレント問題の中でこのキノン姉妹ねどこかで登場してくるんじゃないかなというふうに思っております、まあ結構 マリーさんアルカさん以外はもう全登場みたいな感じになってきておりますが今回は一体どんなドタバタ劇になるのかまたこの中でね笑いがどうやって入ってくるのかそこら辺楽しみにしながらですね皆さんと一緒に楽しく見ていきたいと思っております、えー、というわけで皆さんも録画したものもしくはビデオンでバンドを使って一緒にお楽しみください簡単なご案内されまして本編スタートですよろしく頼むぞ はいスタートでーすあーデートしてるね <laughs> めちゃくちゃくっついてる <laughs> めっちゃ楽しそう作戦中なのにもう忘れてるでしょいやまあセレンちゃんはこっちのほうが大事だろうからなこんなのもマリーさんとかアルカさんが見たら大変だよ <laughs> 見てないカップルのことなんて誰も見てない めっちゃ言わせたよ自然じゃねえだろおいえあありほさんねいやいやいやどうなってんのよめちゃくちゃ飛ばすね最初からなんかこのスバ並みにギャグだよねいやこのスバとはまたジャンルはちょっと違うかもしれないけどギャグが強い最初このさアニメを見始めた時さここまでギャグが強いとは思っていなかったんだけど 結構さ前回のさあのリホさんのさ血統の時とかもそうだけど政権いきなり出てきてさ捕鯨みたいなの入ったりさギャグ色強いよねだから今回その魔王の苗だっけこのまあこの昭和か多分あの謎のおじいさんが多分これを持ち込んでこのトレント問題が巻き起こってると僕は思ってるんですこれ以上だって敵役増やしてもさなかなか大変になっちゃうからだから ここの問題があったとしても今回もまたギャグで済むんじゃないかなそれこそロイドくんがねここら辺の黒幕はまああれにと置いといたとしてそのなんか敵やばいモンスターとか出てきたとしてもまああっという間にボーンってやってさそれこそ埼玉みたいなワンパンマンなそんな感じで終われるわけじゃないですかだからやっぱバトルでシリアスになるってことはなかなかないんじゃないかなこのじいさんとかね だからもうここがもしこのアニメでだいぶシリアスになる展開が来るとしたらウマと戦う時とかなんだと思うんだよねあの子は絶対強いと思うからさはい例えば演技でも恋人のふりをしていたら本気になっちゃうこともあ、うん、なんとなく言いたいことは分かったよけどあれはセレンさんの気持ちだねあるしけどさこのお見合いさ アランの親父はさこの違法栽培とかの目的を調べてるわけじゃん機器を使ってセレンのお父さんは何でだ何でなんだろうねそこら辺前回あったっけあれえっしょうま出てきたじゃんほらもう絶対しょうまじゃんけどあんま悪いやつには見えないんだけどねそういえば前回そそのかしてたあの女の人もまだ出てきてないよね いや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 物騒 <laughs> いやいやいややってたね前回ね火炎瓶がうんちゃらってうんなんだなんだあそうだそうだ2人知らないからねけどリホは何かを感じ取ったっぽいけどね凡論村の道理で以外のじゃないの 熱いやだなーけどこの二人が戦うことになっちゃったらあだからここでの一仕事は終えたみたいな感じなんじゃないかなこれはついででしょうすげえ量じゃんいやいやめちゃくちゃ時間かけてああそういうことだもうまさに。 満喫してるじゃん。いやセレンも可愛いんだよね。マリーさんいなかったら俺セレン推しだったと思うんだけど。<laughs> ベルトベルトでそんなことするのそう、あそこら辺があった頃はまだこのアニメ結構シリアスな部分あんなって思ったんだよね。わ、大変な子出てきちゃったって思ったんだもん。 いやロイドくんに会えてよかったよねただハンカチでフキフキしただけなんだけどベルトベルトがアーティファクトがコンロンでもアーティファクト級なのに <laughs> まるで本当に生きてるかのようなそうね いやーこれマジで今回セレンエピソードだねうんまあそれはちょっとコンロン村の外出てきてからちょっといろいろ考え改めてほしいとこなんだけどねいやーもう一人前どころか超 S 級だけどねただこのね考え方はちょっと変えてった方がいいね自信を持って そうそうそう町に入ったね虫だと思って倒してるあれだってさあのまんま町に放置してたらいろんな人死んじゃうしセレンちゃんいいこと言うわいやいい笑顔ねえいやいやいい感じじゃないちょっとね本当にこれマリーさんとアルカさん来ないかな

<laughs> もう桔梗キキさんの気配消しなんてねロイドからしたらロイド少年マッサージ前回はロイドがしてたけどねしてあげるのねあー確かにねけどあれ食べさせなきゃいけないんでしょマッサージでどうするの塗り込みでもいいのかなえ ああやっぱ塗ってるね。あ、探してるんだ。ないよ。いやいや、ないよ。てか、めちゃくちゃいい体してるし、ロイド。あそこの中にあると思ってんの。<laughs> いや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 なんでこんだけまだ範囲広いのにそこだって思ったのよ。ぬるぬるプレイですか、もしかして。いや、他の女の子は許さないよ。えい、ー、やい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 や。ん あーセレンさんがね <laughs> これは黙ってらんないねやばいよしねおお危機をやるなあのベルトよけるなんてぶち切れてるセレンのベルトおいおいおいやるじゃんマジでえ <laughs> バックドロップまさかの あーベルトかクッションに化け物だらけだと思っちゃうねこれじゃ聞けよういや,いやつやつやピカピカのお肌が <laughs> もうセレンちゃんにとってご褒美だもんねこんな半裸に <laughs> そうね <laughs> おせなかお流ししますわよ的な感じかなあさらに婚約でグイグイいく感じか <laughs> このイエーイがすごい良かったねセレンちゃんお来るかんええー、<laughs> 終わったんだね火炎瓶の方の積み込みはいや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 ,やおえ いやしかもあ、マリーさんも、もう出てこないかと思ってたのに、来ちゃダメって言われてたのに。いや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 、なんでいやいや、そう、いやあれかさ、やばいやばい、ベルトなかったら、ねえ。おい、フィロまで。いやいやいや、木の姉妹みんな出てきた、お風呂場で。<laughs> ベルト邪魔や。ベルト。 うわもうマジでベルト何何してくれてんねんアーティファクトとはいい今の俺なら壊せる気がする結婚するって <laughs> いや大変なことになってきたね大集合フィロフィロじゃないやロイド・ハーレムメナちゃんはねこれはロイドくんに矢印は向かなそうだね <laughs> いやてかマーリーさん来てくれて嬉しい眼鏡取って魔王のないなだからしょうまなんじゃないかなだかそうやって裏で動いてんのなんとなく感づいてると思うんだアルカさんは今までの流れで。 ダンジョン化するみたいなこと言ってたもんね前回ヒピ <laughs> ロとセレンセレンのやりとりが <laughs> いやいろんなとこ見ないと妥協そうねあれそういうことだったのかな え本当に今の段階でいるの出てきてるキャラに誰だろうおい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 ロイド <laughs> みんなもう何何いやいやしかもアルカちゃん投げたよなんか敵がいるようなところに投げたね多分桔キ梗キさんだけどもロイド様のロイド様 てかロイド様のロイド様見てみんなテンション上がっちゃうんだねう,うわ <laughs> どんだけ大木貫通してんのマルカさんなら大丈夫でしょうおお誰だあーこいつ確かに怪しいもんねうわ見落としてた 確かに魔王の苗がついてるとしたらこいつだわ当てたかっただからロイドは違うのよ <laughs> そんな余裕かましてる場合じゃないんだけどね <laughs> 元の性格がけど今アルカさんが近くにいるんじゃないこの状況でも問題ないんじゃないおっ あーそういうことができんだ触るといや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 あロイドここに来てたの早っ風呂にいたはずなのにああ探しに来たんだ優しいわ <laughs> まだ秘書認定なんだねだから問題視してないんだよ コスプレ本当にギャグになっちゃうねシリアスにならないアニメだねでこんなことされてもロイド君は何とも思わないだろうね焦りもないしアルキング <laughs> 凝った演出だなーみたいななんかザクみたいな感じだけど <laughs> マジで緊張感ね雑草だね確かにこんなのうちらがタンポポとかこう抜くような感じだろうねタンポポ抜いちゃダメかなだから蘭の親父ははいはいそうだね調査して。 でセレンの親父は何だったんだでこっちはこっちでさ疑ってるわけじゃんここお互いにね疑い合っちゃってるんだよね親父さん置いてきぼりだねけど親父さんの <laughs> 全部終わっちゃってたおおおお行っちゃったよだからいつも毎回日も暮れてるし ああああけどもう,もうめちゃくちゃ完璧じゃん夫人としては問題なしだろこの面ついたらただらフィロもいるしさリドカイン家とあえっしょうまだしょうまだよ ここでやっっぱり繋がってきた、ね、わわわわわなんか買い取ってたんだねセレンのお味は <laughs> 傲慢もうこんだけいろいろさいろいろ言ってるけど何も心配してない俺。<laughs> どんなギャグが待ってるかなくらいの気持ちで今見てますない,いねもうここのホテルの中にこんだけいるんだよ最強パーティーじゃんもう誰か一人くらいでも倒せそうな気がするああ聞かないねじゃあフィロのいやこの攻撃は聞くだろさすがに 素晴らしいフィロに硬いって言わせるのはなかなかだね早くアルカさんも戻ってきちゃいないよもうそしたら盤石の弱だなんだりほがんばれみんながんばれ最終的においしいとこはロイドくんが持ってくパターンかな あ危ないあお父さんえそれはちょっと待って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 それは予想外うわマジでそれは予想外誰かがああいうふうになるとは思わなかったてかアラン何何何火炎瓶 <laughs> ああそういうこと、ね、状況読み込めないよねアランは突然。 え結構自利品なのいやいやこのメンツであれねメナとアランかもしかして今の感じメナからのさアランカットだったじゃんそんなことないかな焼き畑農業久々に聞いたまあ木には火だよねやっぱりだからあのセレンの用意したね火炎瓶が思いのほか役に立ったね いやみんな本気ですよこっからどうかね聞くかね水けそのままやっぱ火炎瓶使ってた方がよかったんじゃねえかパキーンくるよねだよね <laughs> あらーあらーけてやっぱちょっとあのメンツだと格下なのかなでこっちよベルトはベルトベルト持ってしてもおい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  いや来てくれるはずこの壁が今倒れそうなんでしょ紹介したいんだねきっとうーんやばいやばいやばいけどセレンセレンロイドロイドだろここはいやえ いや、ロイドだよね。もう、分かってたけどね。分かってたよ、俺は。焦ってなかったよ。<laughs> 片手でポン <laughs>。ちょっとそれ、逆にそれ、飛んでった先大丈夫かいねロイド君ちゃんとその、飛ばした先考えてる。海のある方向とかにしてんのかなあ,あ一応、あれ、バリケートみたいになってんだね。そう、そのコスプレ、ちょっと、はいでやってよ。 いいなあこんな美女の前でさカッコつけられるなんて羨ましい、okay. そこら辺のさあれも分かってないからこそあれなんだよねうちらみたいにこういう下水考え持っちゃうとこういうさ運命はないんだろうねおおなんだそんなこうなのエヴァみたいじゃんか <laughs> あ出てきた出てきた簡単 <laughs> いや簡単すぎだよ倒し方一応魔王の苗な,なんでしょう <laughs> うんみたいな。な <laughs> んもしてないけどほとんど。あやっぱりしょうま。えー、何考えてんのノリおい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 ,おい、うん、あとうと接触した。え、そういうこといや、怪しい、怪しい。いや、けどなんか。 黒節っぽいちゃんあるかけどそういうことなんだねあれあのジジイか「熱い」って言葉好きなんだねしょうまあ政権あったよなそういえば問題何考えてんのどうしたいんだしょうまは じゃあロイド君に名、ね、前なきゃねそこら辺は話さないんだろうなけどロイドにしょうまのことまあここはね <laughs> 仲直りだねんあっ桔梗さんもう終わりじゃあここ置いてかれるってことはあらららら お父さんうんあれ以降会ってなかったのベルトの、うん、ここの親子関係がすごい良くなったって感じだね <laughs> いいねあロイド君いや頼まれちゃったよ <laughs> あフィロンうんほらきたきたきたアルカさん絶対言うと思ったわあマッサージ今やりたくてしょうがないんじゃんロイド <laughs> そう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 ,そう,そうえバックドロップじゃねえかこれねほら いうこと教わってないねそれだってセレンにしてたじゃんキケオさんであれを見てそれはマッサージだっていう認識だったのロイド的にまあアルカさんなら問題ないと思うけどね全然痛くないと思うしてか今回みんな出てきたねもうマリーさんとアルカさんは絶対出てこないと思ってたんだ今回の回でお休みでさその分をこのキノン姉妹が埋めてくみたいなかと思ったらだよあのお風呂のシーンを まさかロイドくんのロイドが出てきてとかよさそういう展開は予想してなかったけどあとベルトがめっちゃ邪魔だったわここまでベルトが憎いアニメは初めてだわてかベルトにこんなイラつくってどういう人生よ俺いや,やっぱマリーさんなんだよ俺の中で今回ちょっとあんま活躍してなかったけど今回はやっぱセレンちゃんがねめちゃくちゃ魅力的に描かれる回になってたねで結局あの魔王の苗は全然ね大したことなかったねロイドくんにとっては ただあの昌磨の方よねアるかさんとちょっと話してたけどさ一体何がしたいんだろうで政権に昌磨も関わってることを考えるとやっぱあのじじいと昌磨がつながっててまあもちろん昌磨とアるかも知り合いだけどさ何をしでかそうとしてんだろうな、ね、あっちが。 で、それに多分またロイド君は巻き込まれて、一体どういうお話になっていくのかってとこですよね。はいというわけでね。今回ラストダウン見させていただいたんですけども、も皆さんの今回のエピソードに対する感想だったり、僕のリアクションに対するコメントなどお待ちしております。以上、動画2つお送りしました。バイバイ